これも逆方向強い当たり、セカンドランナーは三塁、回ってくる回ってくる回ってくる、中村からボール返ってクロスプレー、タッチはアウトになりました。レフト中村からの好返球、そして島の好ブロック。いやちょっと今のはね、タイム的には難しかったかなっていう気がしますね。勝負かけましたね今のはね。当たりも強かったですしね、これ。そうですね、だいぶレフト前であったですからね、はい、銀次郎の足を考えるとちょっと難しかったかなっていうねタイミングですよね。まあここは島も完璧にブロックをしました。いい送球でした中村。まあ、今のリプレイ見てましてもレフトの中村がボールを取ったところと、そしてセカンドランナーの銀次郎が三塁ベースを踏んだのはほぼ同時でした。そうですね、そこからのチャレンジになりましたので結果アウトになりました。